ビリビンの肖像外版ヤーコブレビチ・ビリビン1942年2月7日は20世紀初頭の最も影響力のあるイラストレーターの一人、芸術世界史の導入としてロシアバレエ団の舞台デザインも担当した。生涯を通じてスラブの神話や民話に強い霊感を受けている。イバンは、イバン、ビリビンは、ビリービンとも表記される。 イリア・ムーロ・ミエツとオイハギ・ソロベイ・リムスキー・コルサコフの歌劇、近景の舞台デザインサンクト・ペテルブルク郊外に生まれる。1898年にミュンヘンのアントン・アシュベのアトリエへ留学し、帰国後、イリア・レイピンの下で一層の研鑽を積む。1899年にロシアのおとぎ話に基づく斬新な挿絵を発表して名声をつかむ。1905年革命の間は、 革命に関するギガを描いていた。1902年から1904年にかけて、北、ロシアへの民族調査に参加し、古い木造建築やロシアの伝承に魅了される。その成果を、研究論文、ロシア農村の芸術遺産、すべての人のための雑誌10月号、1904年、608から618ページ、北、ロシアにおける民衆芸術。 芸術世界第11号、1904年12月303から318ページに発表。さらに、16から17世紀におけるロシア衣服についての一言、昔の年月7から9月号、1909年440から456ページでは中世ロシアへの外国人旅行者らの旅行記を批判的に検討している。さらに、浮世絵からも、 大きな影響を受けた。ロシア革命に相入れないものを感じてソ連を脱出。カイロとアレクサンドリアに短期間投留した後、1925年にパリに定住した。同地では指定や教会の装飾職人として働いた。しかしながら、故郷への憧れは募る一方で、1936年にソ連大使館の模様替えを終えると、ソベトロシアに帰国した。 1941年までソ連美術アカデミーで教鞭をとっている。レニングラード包囲戦の最中に高い。1980年にイヴァンゴロド美術館が開業し、ビリービンの作品や北、ロシアからの最終物が所蔵されている。その他にロシア民族学博物館にも最終物が保管されているが、こちらはごく一部しか一般公開されていない。日本においては、 手塚治虫が筒井康隆、イリーやムーロメツに付した挿絵で、ビリービン様式をほとんどそのまま習っているほか、宮崎駿もアニメーションの手法として、ビリービンの挿絵を参考にしている。日本の漫画界、イラストレーション界に大きな影響を与えていると考えられるものの、一般にはあまり認知されていない。ありがとうございます。